アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。ただいまトレーニング予定。はしかしなので、おう来たか。では実験を始めるとしよう。え、実験？俺が？いいから、さっさとトレーニングルームへ移動したまえ。わけもわからず行けるかよ。説明しても理解できないだろうがね。これはとあるソルジャーの行動から抽出した仮想データの実証実験。君は仮想バトルを戦うことで私の協力者として。さあ、私の可愛い仮想データよ、このサンプルを倒して私の天才を証明。何か言った？いや、何も。では始めよう。アクティベイティングコンバットモード。コンフリクトリゾルブ。なんと、そんなはずは。俺の実力の方が上だってことじゃん。何事かを主張するには根拠となる次のモンスターと戦って君の実力と。次の設定ならば確実。なんだって？いや、何も。アクティベイティングコンバットモード。なんということだ。見たか、これがソルジャーの実力。ソルジャーといっても二流。一流だというなら次のデータとも戦ってみたまえと。誰もがセフィロスのようになれるわけでは。あ、何？いや、何も。ではコンバットモード。素晴らしい。そんな才能いらないって。胸を張りたまえ。2年に1人出るかどうかの逸材だ。微妙。時に君、とっておきの仮想データと戦ってみたいと。とっておきの仮想で、私が趣味で手を加えた。現実にはあり。北条博士、まさかあのデータを人間に使う。おやめください。あれはやばいです。君のような超一流のソルジャーにこそ。君、悪いことは言わない。やめておきたまえ。そうだ、命に関わるかもしれん。それくらいにやばい。さ、安心したまえ。君の亡骸は今後の科学の発
私の可愛い仮装だ。厄介だ。俺が敵を引きつける。確実に倒してくれ。任せとけって。タクスか、かかれ。あれ、オリソルジャーだ。みんな来てくれ。何をしている。応援を呼ばれてしまったぞ。悪い、飛びすぎた。覚悟しとけよ。これまで走れ。ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ、先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ先月の俺。あれ、まるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。後悔すんなよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。なんと、こんいや、なあ、さっき泣き殻がどうとか言ってなかったか。私の知識、技術、ひらめきが生み出した新たな仮説。君とはなかなかいい縁がありそうだな。人の話聞いてる。よう、ザックス。戦争終わっちまったな。そうなんだよ、俺の活躍聞いただろ。いや、それが全然。社内報には名前も載ってなかったぞ。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。だってセフィロスは B 隊で。ま、英雄はメディアが作るってことさ。夢壊すなよ。おめでとう。君は本日付で
ソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。君がザックスか。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。おお、でどうすりゃいいんだ。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア、何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。おいおい、マテリア合成の説明はもういいのか？マテリア合成は組み合わせとその結果など全てを解明できたわ。だから君もいろいろ試してほしい。着替えは済んだか？
かな。ああ、マテリア合成もバッチリだぜ。では司令室まで戻ってくれ。今回の任務を伝える。了解。会社はジェネシスとハイカたち、そしてアンジールの抹殺を決定した。それを俺が？いや、シンラ軍が投入される。じゃあ俺は？信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとな。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。侵入者。どこに？ここだ。セフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。なんだ、止まったぞ。ソルジャーか、助かっ。早くあれを何とかしてくれ。あれ、うえ、なんだこれ。アクティベイティングコンバットモード。よっしゃー。今の見たことないのか。あれは侵入者撃退用。それがなんで社員。原因不明の突然の暴走らしい。他の場所にもいる。エントランスへ行けって言われてるんだ。悲鳴。今助けるから下がってろ。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャーじゃないよな。いや、今日はトレーニングルームは化学分、今はちょうどメンテナンスよ。メンテナンスね。わかった、認める。ただのサボりだ。なあ、誰にも言わないでくれ。ありがとう、これを受け取ってくれ。あのメカにやられたのか。情けないよね。ソルジャーなのに、ハンなのにやられちゃうなんて。ソルジャーだって調子の悪い時が。いや、朝から絶好調だって。僕、本当は戦いが。ソルジャーだろ、しっかりしろよ。苦手なことは訓練でなんとかなる。ごめんなさい、僕もう行きます。これどうぞ。ザックス、今。あ、ごめん、統括。エントランスへ急いでくれ。大量に侵入されているらしい。大量に？頼んだよ。
なんで神羅の兵器が本社を襲ってんだよ。ジェネシスの仕業かよ。ゾロゾロ現れやがって。アクティベイティングコンバットモード。セフィロス、侵入者はジェネシスコピーだ。これはおそらくホランダーの差し金だな。誰だそれ。コピー技術を盗んで失踪した神羅の科学者。ジェネシスとそのホランダーってやつが手を組んでるってことか。かもしれないな。二人の目的は何だろう。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。そのせいで神羅に恨みを抱いていた。おそらく復讐だろう。くだねえ。でジェネシスはそんなことに協力してるのか。信じたくはないが。じゃ信じない。そうしよう。さあザックス、八番街でもジェネシスコピーが目撃された。行くぞ。こりゃ大変だ。二手に分かれる。了解。お姉ちゃん大ピンチ。八番街はタークスの担当だぞと。それどころじゃないだろう。
トン、なんとか言ってくれよ。あいつなら心配ない。あらま。他のエリアの様子は？ミッドガル中モンスターだらけだぞと。ソルジャーたちも苦戦している。レノ、ルード。はい、よっと。頼む。了解。タークスまで借り出されてんのか。ソルジャーが出払っているからよ。人手不足だからな。あんたもタークス？シスネよ。俺、ソルジャーのザックスな。ザックス、任務中ではないのか。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。助かったぜ。でよ、町で暴れてる仮面のやつらの、そいつらのリーダーっぽいやつがいたんだ。この通りの奥の方だ。下手に近づかない方がいいぜ。それ、俺の感謝の気持ちだ。なのか。
やべえ。とりゃお疲れ様でしたった。終わりだ。ダークスの連携もなかなかでしょ。ザックスならブレッドラブレッド後悔すんなよザックス。おっしゃの頃ね、翼があればいいと思ってた。天使みたいな翼。人間に翼があったら、それはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。さすがソルジャークラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これさっき助けてくれたお礼よ。じゃあ私次の仕事に行くわ。ザックスも任務があるんでしょ。ああ、あるある。またどこかで会いましょう。8番街が片付いたら5番マコーロへ来い。何か分かったのか。アンジールの目撃情報だ。見つけて抹殺か。軍が本格的に動くまでわずかだが時間がある。それまでに俺たちで奴らを見つけ出し、どうするんだよ。抹殺に失敗するのさ。マジ？ああマジだ。最高かもしんない。アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。
我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波の盾。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちがだ。お茶の剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。
やはり二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。アンジール、何してるんだよ。どこにいるんだ。この先にホランダーアンジールの行方とつながるかもな。よし、行ってみよう。Activating combat mode.精神を高め、肉体と一致させて。どうだった？いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ。扉まで動力が来ていない。動力源は ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。それで扉が開くはずだ。ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。
Activating combat mode. Hey! Ha! Come on! Conflict resolved. Activating combat mode. ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G 劣化現象古代種興味深い。お前も見ておけ。頭クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。
怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は？腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G？ プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？うん。こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな？となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ？ジェネシス。ホランダは渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ、一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ。あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。アンジールの居場所を教えろ。アクティベイティングコンバットモード。邪魔すんな。あら！逃げるなら今のうち。ソルジャー。おっしゃー。アクティベイティングコンバットモード。あれ？
ソルジャーの。コンプリートリゾルブ。ホランダー、こっ。一撃で仕留めること。さあやってみろ。一撃でだぞ。手本はなしかよ。くそ、やればいいんだろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎたな。さあ次だ。逃げるなら今のうち。本気を出せ。これなら。
んた、自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。戦え。